蔡英文総統がソロモン諸島との国交断絶を発表しましたソロモン諸島との36年間にわたる国交が断絶しましたが現在台湾で留学しているソロモン諸島の学生はまだ125人います一部の学生は帰国をせざるを得ないことを心配しています 国立成功大学で学ぶディクソンさんは奨学金がなくなる我が国の政府は計画を立てるべきだ今後どうなるか分からない政府が何もしてくれないなら帰るしかないと憂慮を示しています台湾にいるソロモン諸島の留学生125人のうち 64人が台湾奨学金をもらっています新学期が始まったばかりと言っても外交部は今学期が終わるまで奨学金を提供すると明言しました引き続き台湾で勉強するかどうかは本人次第です 現在、各学校は留学生らの意思を確認しており、留学生の検疫保護に最大限の努力をするということです。